Step 2真空 vacuum. そして、この真空ってエンプティーなのでしょうかねそ何もないということですかねまあ、直感的には、vacuum というのはそれが何もないというのは考えられると思いますけれども、実際にはどうなっているでしょうまあ、工程の物理学,学としては、それがもちろんそれ,それがイエスというのを言うんですけれども、ちょっとやってみましょう。 そして、これの消滅演算子と生成演算子の練習になるんですね。さて、それが計算手法としては、その電波の平均値を計算したいと思います。これが先ほど、さっきの開発した表現なんですけれども、E hat R にはこういうふうなんですが、これが、 消滅演算子と、こっちらが生成演算子なんですが、それが使って、そして、これは単一格子の振幅になりますね。そして、このエプセランのベクトルがそれの変更になっているでしょう。さて、その平均値を計算するためには、その記号と,としては、このブラケットとしては、 E hat R ワキュー a c u u m が0の状態に。これがフォックステータとしては0になってて、それが、コーシーは0の数が0という意味なんですが、それがブラゼロイ a 0 E hat R ットゼ0になるんでしょう。それから、計算すると、この n を拡張すると、その E を拡張すると、E i, ン大文字、ン1かけるこの表現0になって、そして、この a-hat0 が,が0になりますから、これがなくなるんでしょう。そして、残りの bra0、a-hat dagger、ket0 になって、そして、これも、 A hat dagger 0 equal to 1なんですが、これが Fox State 1これが単位少しの一個があって、そしてその0の状態と1の状態の内積が0になりますので、これも0になるでしょう。そして平均値イコール l t 0になります。そうすると、これが、バキュームが empty になっているかどうか、これが証明になっているんでしょうか。 そして、これがそういう意味ではありません。時には、電波についてはもう少し計算したいと思いますが、そして、この電波の揺らぎを計算してみましょう。さて、この場合には、この ΔE、これが電波なんですけれども、それの e ト次乗の平均マイナス e ト平均の次乗のルートになります。 そうすると、この計算の手法になりますが、その e-hat 事情の平均なんですが、それが,が、browse0e-hat.e-hat0 になって、そして、こういうちょっと長い表現になるんですけれども、そして、これは0になりますし、これも0になりますし、 そうすると、これもゼロになりますし、残りのはこの表現だけなんですが、このこうだけなんですが、これが、エプセラン、お文字エプセラン1次乗かけるブラゼロ a hat, a h ハットダ g g e r k e t になって、そしてこれが交換詞を使って、これが、 0a hat dagger a hat plus 1, 0にして、そしてこれも0になって、残りのは大文字エプサラン1の事情になります。そうすると、これがその真空の揺らぎのまあ電波なんですけれども、その deltae= 大文字エプサラン1になります。 そして、それの意味が、バキュームなのに、それがエンプティーにはなってません。真空は、まあ、真空なんですけれども、何もないとのは違うことになります。そして、これが、位置と運動量の演算子には書き直したいと思いますが、それ今回に使う、大文字の Q ハットや大文字の P ハットには、まあ、この表現になるんですが、 ルート2分の H bar A hat plus A hat dagger そして A hat minus A hat minus I かける A hat minus A hat dagger になるんでしょう。そして、delta Q equal root 2分の H bar と delta P もルート2分の1の H bar なんですがそうすると delta Q,delta P equal 1> 1 2分の1の H bar になるんでしょう。こうそうすると、これがミニマム・アンセーティティ・ステートになるんですけれども、これが、まあ、最小不確定状態になるんですね。さて、これが重要かどうか、本当にはありますでしょうかね。まあ、今まではちょっと数学的な話だったんですけれども、それが意味があるかどうか。 実際は意味はありますと、それが、まあ、あの証明されてるんですけれども、そのスポンティニアスエミッションと,としては、それがまあ瞬間的には突然には原子が,が光子を発射するなど。そして、まあ、ビームスプリッターのことにも,にも使いますけれども、そしてこのカズミュー効果、そして、ラムシフト、それが原子の,のエネルギーレベルが、まあ、計算すると、 それの若干違いを計算することは重要なんですけれども、最初の量子力学を開発してた頃には、新しいモデル、現地のモデルを提案されてたんですが、それが現地の放射する波長とかには計算できるようになってたんですが、最初にはそれが喜んでて、それが。 基本的に合っている人との喜んだんですけれども、そしてだんだん精度が高い実験にやっている人と、若干その放射線の波長が,が、その計算より離れている人と分かってて、そしてラムがが、がそれが,がこのバキュームの状態を,を使って、そしてそれの,の 精度が上がるとの発見しました。というわけは、今回のバキューム状態としては、これの揺らぎの計算を入れて、量子力学の要素としては、それの精度は上がります。